去年は開幕1軍選んでいただいたんですけど、それからずっと1軍の方に上がれなかったので、今年は何が何でも1軍に上がって、結果を残して、チームの勝ちにつながるプレーをしたいと思ってます。まずはバッティングで、キャッチャーの中で一番打てるっていうものをまず結果を残して、でその中で、守備の方で、あいつ使ったら面白いなっていうふうに首脳陣に見てもらえるように、やっていきたいなと思ってます。球が速いピッチャーが多いし、変化球のキレもあるピッチャーが多いので、しっかりキャッチングをして、絶対後ろに反らさないっていう、そういうとこからまず信頼してもらえるようにやっていきたいです。2年目の田中大輔です。まだ顔と名前を覚えてもらってないと思うので、今年は一軍で働いて皆さんに応援してもらえるように頑張ります。応援よろしくお願いします。